ます。はい、皆さんこんにちは、マイトナイくんです。さあ、今回はですね、何ですか？今回はですね、はい、レイくんさんに競馬しりとりに挑戦してもらいたいと思います。競馬しりとり、はい、ダメでしりとりをしてもらいますが、はいはい、最近聞いたところによると、はい、レイくんさん競馬動画に収益が入ってこないと。そうですね、恥ずかしながら入ってこないですね。それでですね、はい、何が AI とかにダメだと判断されているのかというのを検証していこうということで、はい、第1弾として、はい、場面をひたすら動画で言ってみようと。ああ、はいはいはい、なるほど。なんか視聴者の方にこの何パーセントっていうのが良くないんじゃないかとか、調教のタイムが良くないんじゃないかとかって結構言われてましたけど、はい、じゃあ場面がダメっていう可能性もあるから、はい、それを言ってみようと。ああ、なるほど。え、で、しりとり、この場面をただひたすら言っていても面白くないので、しりとりしようと。ああ、面白い。はいはい、なるほど。あ、で、しりとりやっていく中で場面をめちゃくちゃ言っていこうと、はい、これでちょっと収益が入らなかったら、まあ、いよいよやばいっていう検証動画ってことだよね。はい、競馬動画はダメ。そうだよね、なるほど、わかりました。じゃあそれでちょっとやっていこうって感じですね。わかりました。じゃあ最初はグー、じゃけんぽん。じゃあ僕が先行でいきます。はい、じゃあアーからですね。はいはい、はい、スタート。アの G1 馬、アイロリッド、はい、といやごめんなさい、東海帝王、東海帝王、おじゃあオグリキャップ、ふーかふ、どっちでもいいですよ。あ、プールビル。プールビル、ル、ルのダート、ルバースレーブ。あ、またう、またう、あ、違う、うでもいいよ。ブー、ウに点々だから、ルバースレーブはウに点々か、うでも良いです。あはいいぞ。ウィンキートス、ウィンキートス、スの足毛、スマートレイヤー、あ伸ばし棒の前にしましょう。ああ、いや、スマートレイヤーはめちゃくちゃ好きだった。阪神牝馬ステークスでめちゃくちゃ強いっていう、3年中2年勝ってるな。え、いいですか、ごめんなさい、うん、アーモンドアイ。めちゃくちゃ有名なとこ行くね。いいですかって、イのダートバ、イのダートバ、イ、あれか、イーグルカフェ。あ、出た。へー、A にしようか、ちっちゃい A、はい、エイシンフラッシュ。あわ、ユ、ユの牝馬、ユの牝馬、これはちょっと、いやー、一個出るんだけど、うん、ついちゃうんだよな。ダメだ、これちょっとじゃあパスします。はい、パスの場合は、さっきのやつ、なんだっけ、AC フラッシュの A からまたです。え、はい、ユーバーレーベンが出てたんだよ。そうですね、そうですね、ユーバーレーベンがずっと頭の中で回ってた。来た、エルコンドルパサー、はい、サーですね。サのダートバ、サウンドトゥルー。あールーですね、ルル、ルーラーシップ。うん、いやー、じゃあ条件なしですね、僕は。拍手は。ぷ、かふ、じゃあ、フーラブライド。はい、嘘、フーラブライドめちゃくちゃいい馬じゃん。どうですか、とかどうで。と。はい。フーラブライドはね、割と年齢重ねてきたら、来てから味が出た馬だから。出ない、はい、ドラメンテ。ドラメンテで、じゃあ、テインプリキュア。穴を開けた馬ですね。エリザベス女王杯で。アイホッパー。おお、出るね。パーかハ、条件なし。じゃあハギのピリナ。あ女の子、オークス頑張ってた。な、な。ナイスネイチャー。おい、チャ、あ、ヤーですか。チャーヤーですね。ヤ、じゃあ、ヤマカツエース。す、うん、池添ジョッキーの相棒です。金庫賞でめちゃくちゃ強かった。改正が変わる金庫賞で。ステラリア。おお、
僕のオークスの本命馬、あ、条件なし。じゃあアリストテレス、僕のジャパンカップ本命馬なんで逃げるのっていう。さあ、しんくん残り7分ぐらいかな。あー、はいはい、大好きな馬、スカイグルーヴ。おお、スカイグルーヴ、ウです。う、じゃあビルシーナ。ジェンティルドンナ世代のミスター、ミスターじゃないか、ミスか、ミスナンバー2の女の子です。惜しかったけど、でも G1 番になれたんだよね。ビルシーナはビクトリアマイル勝ち馬ですね。僕あれ見に行ってたから。ビルシーナのビクトリアマイル、ウッチーよね、逃げ。あの時めちゃくちゃ逃げが残ってて、逃げて残ったんだよな、ビルシーナ。なあ、なんかもう聞いたことある馬ですか。あ、もちろん。南洋イザヨイ。ああ、なんかいたよね。いた、南洋イザヨイ。イ、じゃあイ、じゃあ外国語とか言ってみようかな。イキートス。だったらスワブリチャード。おっ、ダメだ。スワブリチャードと、じゃあトロットスター。タ、タです。大気シャトル。うわー、ルー。あ、もうルー、ルーの足毛、ルシクル。ルー返し。ルシクル。ルシクル。ル、ルー返し。ルーきついね、やっぱ。しりとりの世界も競馬の世界もルーってきついんだね。ルゼメ。あー、いる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 。ヒントは、鳳凰アマゾン。鳳凰アマゾンと結構競い合ってた馬かな、俺のイメージ。ほうアマゾンを3歳春から追ってれば、多分この馬もなんか目に入っちゃう気がする。割とライバル関係にあった気がするんだけどな。なんかピクシーナイト、ほうアマゾンで彼みたいなイメージ。違う、ルミナスウォリアー。おー、全然違うわ。あの G アンバ、あの G アンバは、じゃあアンライバルド。もうサツキ賞すごかった。もうマリオのキノコ使ってんのかってぐらい最後の直線ターボ使うっていうね。あ、ドナウデルタ。ドナウデルタ。タの G アンバ、ダでもか、じゃあ、ダノンスマッシュ。ユ、香港で初 G1。 ユいないな。ユ制限なしだったら結構いいんじゃん。夏の重賞とかでよく走ってたようなイメージがあるかな、俺この馬。ユだったら、あと G アンバもいるね。あ、障害レースだけど。アーモンドアイの妹、ユナカイト。ああ、あ、ユナカイト妹との牝馬。当選アルニカか。エリジョ4着。名称マンボの4着かな。当選アルニカは渋すぎるね。カイザーミノル。うわうわ、もうルーきついね。あ、で、さっきのやつね、ル、条件なしです。ルークズネスト。これがさっきのフォーアマゾンの、なんか僕の中ではライバル関係にある気がする。秋も頑張ってほしい。ファルコンステークスかな。ファルコンステークスでフォーアマゾンと。で、みゆきジョッキーが、あ、ごめんね、いいよ。ドナートラエンテ。て、て、さっきテインプリケーったよな。じゃあ、あ、じゃあさっきのエリジョの名称マンボつながりで、ティコティコタック。あ、竹幸四郎ジョッキーのエリジョ大感動、ティコティコタック。クグランアレグリア。おお、あー、足毛、あの足毛、アドマイヤ・ミヤビ。ミヤビ、オークス3着馬。ミヤビはちなみに僕が昔付き合ってた彼女の名前です。みやび、なんかちょうどアドマイヤみやびが活躍してた時に付き合ってて、で振られて LINE の名前をアドマイヤみやびに変えたっていう小エピソード。やばい、みやびこれ見てるかな。ヒシミラクル。うわやべ、ル、じゃあルーシュ、シュ、またユ、ユ、あれユーキャンスマイル。お、言ってない。まあやべ、ルー、じゃあルージュバック。ルーもないな、貯金が。クイーンズリング。おお、クがク。
グラン言ったよね。じゃあダートバ、グレートタイム、グレートタイムはね、ヌイトオブリガード、お、ヌイトオブリガードと、とかド、ド、じゃあ G1 番、ドリームジャーニー、2ですね、西野デイジー、うわ、G、G か C、ね、G やないかな、G、じゃあとどめを刺そう、C キングザパール、ルだ、あれ、ルタンブル言いました？言ってない。ルタンブル。ルタンブル？ル。うわ、これやばいな。ル。ルミナスウォーリア。ダートバ。ウォーリア。あ。赤い鳥の娘。うわ、め。め。メートルダール。うわ、もう。オーストラリアで頑張ってたよ、まあ。ダメだ、出ない、出ない、出ない。頑張れ。あとは。また、あ、終わりましたね、終了。きついな、全然無理だ。いや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 、でも頑張ったんじゃない、すごく良かったんじゃない、なんか楽しかったやってて。いやあとちょっと性格は悪いところがあったか、ごめんなさい、ごめんなさい、ルーでね、ルーはね、多分ルーラーオブザワールドっていうね、凱旋門賞かなんかで頑張ってた馬がいた気がする。あとはルペルカーリアとかね、あ、最近で言ったらなんでそれが出ないんだ。いやー、3歳まで言うと覚えておこう。はい、じゃあ今回競馬しりとりということで、はい、やってもらいましたが、はい、どうでした？いや、なんか普通に楽しかったかな。なんかこう意外とダート馬、 G1 馬、足毛とか結構出るなと思って、なんかでもまたなんか第2弾第3弾でいろんな企画やりたいですね。そうですね、ね、なんかいろいろ考えてやりましょうか。で、まあ、今回は一応この馬の名前を言ってこれで収益が入るかっていう検証なので。そうですね、じゃあこの結果についてはまたなんか収益報告動画とか、まあ、何かしらの動画で伝えられればなって思います。はい、まあ、めちゃくちゃ馬の名前言ったからね。言いましたね。これでじゃあ本当に入るかどうかだから、今回の企画は。いや、どうだろうね。でも本当これでダメだったらもう何もできないもんね。本命馬が言えま、言えないですね。言えない、言えない。それをじゃあしっかり確認して、これもじゃあ視聴者の方に届けられるように、はい、はい、したいなと思います。いや、でもすごい楽しかった。それも込みでね、いや、いい企画だったと思う。またなんかやりたいね。はい、やりましょう。はい、お願いします。じゃあということで今回はこれでおしまいにしたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。